あの内容です今回ですね、えー、LINE の話をします、まあ。皆さんの周りに、まあ、例えば彼女さんだったりだとか、あとは親とか同僚とか、普通の友達だったりとか、上司とかも、ね、そうですけど、メールとか LINE の返信がちょっと遅くなるだけで切れる人いますよね。僕もね全全然付き合う必要は全くない人 おそうですね昔ね、今も LINE なんか交換してないですけど、ほとんど誰とも、LINE 交換した時にですね、たまたま忙しい時に LINE 来てて、返す今がない時に返せなかったら、なんからく文句言われたって経験とかあってですね、もう僕その人ブロックしちゃったんですけども、まあ、それぐらいまあ、LINE をですね、返してこないことぐだ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 うるさいやつってめんどくさいわけですよ。しかも付き合ってもあんまメリットがないんですよね。で、こういう LINE とかの返信が遅い、既読無視とか未読無視とかにこう過剰反応をする人って、一体どんなシリーズ状態なのというのをですね、今日は解説したいというふうに思います。既読無視に過剰 反応すする人の特徴ででねはいでこういうふうにですね、このチャンネルではさまざまな心理学や科学の知識の皆さんにご紹介していこうというのがこのチャンネルの、えー、テーマになってます。で毎日毎日ですね、えー、こういう心理学の話を、えー、と配信してますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。えー、というわけで、えー、と未読無視とか既読無視に過剰反応する人ですね、えー。彼らの正体はですね、いわゆるですね愛着スタイルっていう、まああのいわゆるこう子供時代に親とどう接したかっていうですね、あのその何だろう,、えー、こう、親との接し方、まあ、親からの接され方かな、えー、によって人間 ののですねあの他人とのです、ね、こう距離感測ろうとするです、ね、距離感っていうのって付き合うときのです、ね、距離感、まあ、恋愛でもそうだし人間関係でもそうだし仕事でもそうなんですけどそういった距離感がですね大体決まるんですよ3つのタイプに安定型不安型会議型ってのがあるんですけどこの不安型になってる人っていうのは LINE がです、ね、既読無視になったりとか未読無視になったりとかメールがなかなか返ってこないとか返事が来ないとかっていうのがあったらですねもうなんていうかヒステリックを起こしちゃうというかぐらいですね過剰反応することがあるってことが分かってるんですねで今日はは、ね、そののお話ですで不安型ってのはです、ね、これどういうタイプ かっていうと、えー、例えば、えー、今からですねいくつか特徴不安型の人とのですねあの独特の、ね、考え方の特徴をお話ししますで皆さんの周りあるいは皆さん自身がですねこれにどれぐらい同意できるか当てはまるかで、えー、皆さんあるいは皆さんの周りが不安型の人がいるかどうかってことは分かるわけですね、えー、例えば、えー、自分の周りの人が他人が自分はもっとその人に自分と仲良くしてほしいと思ってるのに自分が望むほど自分とあんまり親しくなってくれない周りの人かと、えー、いうふうに思ってるかどうか、はい、であとは、えー、恋人が自分のことを実は愛してくれてないんじゃないかと付き合ってる けど自分のこと別に好きじゃないしどうでもいいと思ってるんじゃないかってうふうに不安になったりするか、えー、あるいは、えー、一緒に、えー、実はね本当は一緒に、ね、いるけど一緒にいたくないっていうふうに思ってるんじゃないかって不安になるかどうかとかあとは、えー、できれば恋人同士だったら自分と相手はもう常に一緒にいたい、えー、あるいはもう完全に一つになりたいみたいな欲求ですねそういう欲求があるかどうか、えー、ところが、えー、実際にですねあいつはすごく一緒にいたいしずっと一緒にいたいと思うんだけどそういう態度が相手を怖がらせてしまったりとか、えー、相手をですねこうなんていうのかなこう重い女だあるいは重い男だみたいなふうにですね思われてしまう あっ、えー、ってかかか相手がが遠ざかってしまったですね経験があるかどうか、えー、こういったですねことをですね聞くわけですね。で、えー、実際にですね、えー、こういう、えー、今言ったですね、いくつか今、今、ね、ポイントをお話ししましたけど、これに当てはまってる、自分当てはまってるなっていうふうにです、ね、思う人は、不安型の可能性が非常に高いんですよ。で、こういう不安型の人たちって、えー、実は、えー、相手がですね、ほんと、ちょっと LINE を返してこないだけとか、ちょっと返信が遅いだけとかでも、もすごいこうヒステリックになっちゃったりとか、あと、女の子でもいますよね。えー、ねあの例えば、男性の皆さんだったら、連絡ちょっと返さないだけでもう、なんていうの、もう,、えー、もうね、1分置き 電話かけてくるみたいなやばいね女子とかいるじゃないですか男でも時々束縛がすごいね、えー、ね男なんかだったりとかすると女性に対してそういうことやっちゃったりとかストーカー曲がりの人がいますけどああいうのはですね結構不安型のなせる技なんですよねはいでこの不安型ってあの自分に自信がない えー、人がですねやっぱり起きやすいんじゃないかっていうふうにです、ね、思われがちなんですけど、まあ、もっと言うと自信のですねアップダウンをですね他人に依存してるんですよ相手からの、まあ、いわゆる何て言うんですか相手がその不安型の人から見ると相手が自分のこと好きだっていうふうにですね不安型の人好きだっていうその証拠がないと、えー、自信が持てないんですよだから常にですね相手の愛の証というか、えー、相手がですね自分のこと好きだと思ってくれてる証拠を常に探して確かめようとするんですねはいで実際にそれが確かめられない場合、えー、とかはですね結構やばいことになって必死にそれを確かめてくるわけですよ あとは恐怖とかですね緊張とかストレスを感じると、えー、その愛の証をより求めるんでもう本当に吸血鬼のごとくですねその相手に対象者にまとわりついて嫉妬して感情的になるってことがですね分かってるんですよでこういう不安型の人って最初はいい人っぽく見えるんですなんでかっていうとやっぱり不安だから他人に嫌われるかもって恐怖感が常にあるので基本的にはですね初対面では優しいし親切に見えるんですよところがちょっと危うい親切さを持ってますちょっと衝動的だったりだとかあとはですねこうなんだろう,う全部自分が世話してあげたいとかその人が他の人に そういうですね、ちょっとこう、んまあ、な,なんていうんですかね、即バッキーな感じの、えー、優しさを持ってる人なんですよね。そう。っていうがですね、結構ですね、えー、特徴と,はとしてはありそうっころなんですよ。だから、こういうえラインちょっと返せなかっただけで文句言うような人とは深い関係にならばなるほどめんどくさいんで、えっ、ー、と、おすすめはしません。はい。で、実際にですね、でこういう、えー、なんでこんな過剰反応するのってことをですね、調べてる人って多分、あの実際にですね、研究者の中でもたくさんいまして、例えばコロンビア大学の心理学者の、えー、ジェラルディン・ダウニーさんのですね、えー、調査とか研究によると ですね。こう言ってたですねまああのいわゆるこう不安型の人たちが見せる、えー、この過剰反応のことをですね、えー、リジェクションセンシビティっていうんですねリジェクションセンシビティですね、えー、拒,否に拒,拒否に対する感受性ってやつですねはい。これどういうことかっていうとあのー、こういう不安型の人ってちょっとでも 何かこう、まずいことがあったりすると、嫌われたってすぐ思うんですよ。だから他人の言動とかを、えー、ちょっとした言葉とか、ただ単にちょっといじられただけの場合でも、えー、自分に対して冷淡な扱いをされたとか、えー、っていうふうに考えてですね、大げさに反応するってことが分かってるんですね。はい。で、実際にこういう、えー、不安型の人がですね、よくやる行動ってのは、自分は嫌われるんじゃないかっていうふうに、何も嫌われてないし、行動も起きてない時に、最初から嫌われることを予測しちゃうんですよ。あとは、えー、曖昧な状況、嫌われてるかどうか分からないような状況でも、すぐネガティブに判断します。あ、どうせ嫌われるんだなと、えー、興味なんかないってこと、 やっぱ嫌わるんだみたいな風にですねどっちに転ぶか分からないような状況でもすぐにですね自分が拒否されてるっていう風にですね考えるわけですよ。そして一番やばいのが3つ目のポイントなんですけど、事実だろうと思い込みだろうと、えー、関係なくですね、えー、相手から拒否されたっていう風にですね妄想でもそうなんですけど、感じた拒否に対して過剰反応するので、結局ですね、あの不安型の人とです、ね、付き合うときにやば、ね、いのは何かっていうと、自分が何かしたわけでもないのに、自分が普段とってる行動で相手が勘違いした場合でもそれを根拠にですね、あのすごい攻撃をしてくるんですよ。だからたまたま仕事で忙しかったりとか、 えー、たまたま取引先の人と一緒に話してたりとか、あるいはたまたま電波が悪いところにいたから LINE が見れなかった、返信できなかったっていう場合でも、そういう既読無視とか未読無視に対して過剰に反応してしまうんですね。つまりもう、彼らにとっては、こちらの状況なんか関係ないんですよ。向こうの思い込みが全てなんで、不安型に人って。そう。だから、こういう返信が遅いとか、ちょっと待ち合わせに遅れてきたとかですね、あとはあのいつもよりも褒め言葉が少なかったとか、えー、っていう時にそ、ね、の女の子でもいますよね。よくね、ちょっとたまーにね、超珍しくご飯とか作ってくれて、あ、美味しいじゃんみたいなの言うと、もっと喜んでくれる、嫌みたいなですね、怒る人とか、ね で時々いいいまますすすけけけどどど今僕なそういう人で時々ね相談を受けますけど、えー、これはですね、まさにですね、このリジェクションセンシビティが発動してるんですね。もう自分が拒否されたって思うと、もう劇場しちゃうんですよ。で、こういう不安型の人の特徴って、まあ、たくさんあるんですけど、やっぱ転職が多いですね。1、2年ごとに転職をするんですよ。で転職をするときの理由とか、自分の職場に関する評価ってのが、みんなが自分だけを仲間外れにするとか、えー、自分の恋人とか同僚とか、仲のいい友達が自分をはめたっていうふうに考えたりとか、えー、あとはですね、自分の同期とか同僚とかにに 仕仕事事を邪魔されていいいいるせいで自分のが進まななみたいな風に本当、ちょっとした些細なこととかでも、大げさにえ他人から拒否されたっていう風にですね、考えちゃうんですね。あもう、周りの人のですね、あらゆる行動から拒絶のですね、いわゆるこう、何か幻想っていうのを感じ取っちゃうんですよ。そう。だからそれをですね、必死にですね、その拒絶をされないように頑張ろうとするから、で、かえってこれが必死すぎて重く見えてしまって、これで人間関係がぶっ壊れていってしまうのがですね、このですね、不安型の特徴なんですよ。そう。だからですね、結構こういうタイプと付き合うと、結構危ないです。 でもし皆さんがこの不安型だったら、あの、それをですね、やっぱりね、かなり直すの難しいんですが、直してってあげないと、本当に人間関係で損しかなくて、特にこの不安型は、恋愛がうまくいかないですね、性格は、最も恋愛がうまくいかないってい,っていうですね、その結果と相関してるって言われてる性格なんですよ。だから不安型どうにかしないと、恋愛はですね、1年ぐらいしか続かないし、仕事もね、人間関係を作らなきゃいけない仕事だったら、これは全然続かなくなっちゃうって話なんですよね。だからなかなかやばいよって話なんですよ。で、どういう風にですね、アプローチすればいいかって,言って、まあ、皆さんの周りに、皆さん自身が不安型だったら、えー、これ不安型を直していくしかないんですけど、 あの、皆さんの周りにもですね、不安型の人がですね、やっぱいると思うんですけど、えー、この不安型の人付き合うにはどうすればいいか、仕事上どうしても付き合わなくちゃいけない場合どうすればいいかっていうのも今日は一応解説しております。えー、これですね、あの、まず不安型の人っていうのは、 のな何かを、皆さんの行動とか言動の何かを自分に対する拒絶だっていうふうに勝手に思い込んじゃってるんですよ。だから、え皆さんの行動のうち一体何が、えー、相手に対してこの拒絶感を与えてしまったのかってことをですね、あーのー知る必要があります。だから、そのね、えー、どういう時にその拒絶されたとか仲間内でやられたと思ったのかってことを聞いてあげるしかないんですよね。<laughs> まあ、かなりめんどくさいですけどね。そうであとは、えー、もし皆さんが不安型の人に攻撃されたりとか、いらんことを言われた時には、この不安型の言動っていうのは、皆さんに対して向けられたものではなくて、えー、相手の過去の、具体的に言うと、 親との関係に対して向けられてるんですよ。だから周りの人たちに、いや、私悪くないんだ、とみんながなんかいじめるんだ、とか言ってる人がいたらですね、あ、この人は、えー、過去に親から愛情を受けられなかったんだと。で、実際そうなんですね、親の愛に対応が全くなかったわけじゃないんだけど、気まぐれだったりだとか、えー、親がですね、あのー、とのですね、触れ合いの時間がゼロじゃないんだけどですね、あの少なかった場合って、この不安型になりやすいってことが分かってるんです。つまり親に頼れなかった子たちがですね、なりやすいんですね。で、だから要するにその親の注意を一生懸命聞こうとして、依存的になったりとか、えーまあ、過度に親切にしたりとかで、逆に ちょっとでも拒絶されたらもうあのヒステリックになっちゃったりとかして、えー、つまり優しくして気が引けないんだったら問題児になることなので気が引こうっていうですね、そういう戦略なんですよ。で、これは大人になっても使っちゃってるのがこの不安型なんですよねそう。だからその過去に対して向けられてるもんだってことを考えてみると、まあ、ちょっと冷静にですね、えー、会話ができるかもしれないですね。はい。で、あとは、えー、不安型に一番やっちゃいけないのは、やっぱり不安型の人って、 なんかこう依存的になってくるからなんかこう拒絶するのも悪いしね拒絶はよくないからあんまりこうね日本人っぽくじゃないですけどこうやんわり言ったりするじゃないですかでこの,きあのいわゆるこう不安型の人ってやんわり約束したりとかやんわり何かを言うと曖昧なものって人間で自分の想像で勝手に補って解釈するんですけど不安型の人にですね想像をですね想像で補うことを任せるとどうなるかっていうとすぐネガティブに考えるんですよだからちゃんと明確に言った方がいいし理由とかも例えばいやその日はちょっといけないんだっていうふうにですね言っちゃうとあ誘われてね不安型に誘われてごめん のっ,って言うと、あ、嘘ついて、自分のこと嫌いだから来ないんだっていうふうに思っちゃうんで、あ、ごめん、その日は、えーね、2ヶ月前から約束してた友達の結婚式かやるから、どうしても行けないんだ、悪いねって、う,うにですねビシッと言ったんですよ、理由を。で、こうやってやったけど、それじゃさすがにいけないじゃんっていうふうに、明確にですね、断るときは明確に断ってあげないと、ちゃんと理由をつけてやったようならダメだって話なんですよね。で、あと、この不安型の人って、そんなに約束を守るタイプではございませんが、さっき言った通り、えー、あらゆることをですね、自分への拒絶として考えるので、あんまり不安型の人と約束をするのをお勧めしません。ちょっと例えば、あのね、時間があったらお昼ごね、お昼ご飯食べ いよいよぐらいの約束でもそれ破るとですねもうなんていうんですかね もう自分が攻撃された、裏りられだってふうにですね、騒いちゃうんですよ。だから、その不安型の人とあんまり約束をしないっていうのもですね、非常に重要になってくると思うので、ぜひですね、あの、そういうね、既読無視に過剰反応する人が、なるべく近づかない方がいいんですけど、近づかなくちゃいけないときにはですね、こういった点を守っていただければな、というふうに思います。えー、ぜひ、えー、気をつけてください。で、今日はですね、そんな、まあ、いわゆるこう、メンタル的にやばい人っていっぱいいるわけですよ。で、これも別に勝手にやばい分にはいいんですけど、皆さんの周りとか仕事のな関係でもう怒りっぽいとか、えー、なんかね、こうね気、気分のアップダウンが激しい人って付き合うのめんどくさいですよね。 でそういう方のために今日はそういうですね、えー なんていうんですかね、こう、あのメンタルのアップダウンが激しくて、扱いづらい人、どうやって扱うかっていう話をですね、今日の続きの動画で解説してあります。というわけで、今日の続きの動画は、なんと、えー、メンヘラのトリですね。はい。番組に届いてる人説明欄、また YouTube のコメント欄からどうぞ、見せると刺されるメンヘラのトリセですね、えー。関わるのはめんどくさい、関わるとやばい。とはいえ、放置しとくと後ろから刺される可能性があるのメンヘラをですね、どうやって扱うかという研究をですね、まとめた、えー、放送になりますので、ぜひですね、メンヘラに悩まされてる方、えー、チェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。